4コーナーを回ります。さあ一旦は一本棒で落ち着いたかに思われたんですが、その後は中段後方入れ替わり立ち替わり、7番の那須が4番手に車を進め、1番の梅川5番手、真後ろには5番吉川がいて、4番小林理子が最後尾、先頭では2番の太田がペーサーと少し距離を取っているように見えます。2コーナーからバック。さあ後方では1番の梅川が5番手、車間を切りました。金が入りましてペーサー対比。3コーナーから2センターです。2番の太田がこのまま逃げる展開か、仕掛ける1番の梅川、その後ろには5番吉川、そして4番の小林がさらに2人を追っていく。さあレースはいよいよ最終周回、2番の太田を1番の梅川が叩き切りました。ただ2番の太田は番手、ここは飛びついて5番の吉川のインコース、むしろ詰まったか。3番の久米がここで2コーナー仕掛ける。さあ3番の久米のまくりはどうか、1番の梅川がかけ、そして番手では5番の吉川、3番の久米の並走、2番の太田は完全に詰まっています。そしてさらに後ろでは4番小林、6番の尾崎がさらに外踏む直線コース、1番の梅川してやったりか、押し切った、2着どうか、最後外6番尾崎がよく伸ばしている。第11レースガールズ準決勝の一組目です。4番の飯田かさねが初手でその後ろに続いていきます。7番の石井ひろこは最後尾。さあどうするか、このまま7番手の道中となるんでしょうか。さて前段では3番手2番の坂口風花が車間をやや取りました。1番佐藤も5番手で車間を切って、この中で7番の石井が周回重ねた1コーナーから2コーナー空いた、どうやら5番手に位置を上げています。これで1番の佐藤は6番手。さあ金が入ってペーサー対比の3コーナーです。6番の吉村がこのままどうでしょうか、逃がされる流れになるのか。3番の吉岡が打って出ようと踏んでいく、そして前と車間を取る2番の坂口、1番の佐藤はどっしり後方6番手で足を溜めています。レースは最終周回の1コーナー、6番の吉村が前受け先行、そして2番の坂口は後ろを警戒しながら車間を打つの3番手。さあ2コーナー、3番の吉岡が番手まくりを打てば2番の坂口か、そして6番手1番の佐藤が一気にスピード鋭くまくる。さあ外外大外まくり届かせるのか、4コーナーは回って直線コース、2番の坂口まくり合戦、1番の佐藤美奈一気に伸ばして捉えた、2着2番坂口、3着5番の柳原。飛びまして5番の柳原、元のポジションに戻しました。6番の吉川は現在6番手、7番の太田上がりかけたんですが、そのアウトコース、さあどうするか。6番吉川が引いて7番の太田は6番手、1コーナーを回ります。さてペーサーの真後ろには1番の佐藤美奈、自ら前を取りに行った、その思惑はいかに。さあ2コーナーからバック、6番の吉川が後方からスーッと車を進めていきました。さあ残り1周半の金が入って3コーナー、6番の吉川が積極的に逃げ勝負に打って出る、1番の佐藤は出して2番手、そして2番の梅川がその後ろに、そして4番手では内5番の柳原、外には3番坂口がいて、後方では4番の尾崎、最後尾7番の太田龍が1コーナーから仕掛ける。さあ逃げるのは6番の吉川、盤石の体勢か、車間を取る1番の佐藤は2コーナーまくり、その後ろ2番の梅川が続いています。3番の坂口さらに続く、外からは7番の太田龍のまくり、3コーナーで3番手、そしてここがどうやらいっぱいか、3番手内には5番の柳原切り込む、1番の佐藤最後直線、2番の梅川、2番の梅川捉えた、2番の梅川風光。動きは見せていません。誘導員と7番の正攻法新山は距離を取りました。さあ誰も上がりを見せない、6番の深谷がちらっと脇本を見たんですが、脇本はどっしり8番手。さあいよいよ動き出した、1コーナーから2コーナーへと向かっていきます。さあ7番の新山もここはもう目一掛けの突っ張り先行、2コーナーからバック、1番の脇本が9番の古性を連れてまくり上げていきますが、現在は4番手の外あたり。さあジャンの2センターから4コーナー、赤番まさに2周先行の7番の新山強兵、そして9番の古性は降りて、現在6番の深谷を決めて5番松浦の後ろで5番手、6番の深谷は6番手、1番の脇本最後尾。さあ1センターから2コーナー、7番の新山がかけ、その後ろ4番に行った、車間切っているんですが、5番の松浦短期で仕掛けたバック線から3コーナー。さあここは3番の佐藤も
島勢で合わせていく。2センターから4コーダー、4番の新田雄大先頭、4番の新田、迫る5番の松浦、振り切った4番新田、4番5番、そして3着9番小勝優作か。長島そして渡辺連れて上がりを見せるは3番増木匠、車を前へと進めていきまして4コーナーカーブを回ります。誘導と距離を置いた7番の寺崎、誘導を残して近畿コンビ下げて先頭は3番増木に変わった1コーナーです。3、4、5と3車が前台へと変わりまして8番の久保田はその後ろに切り替えて下げた近畿勢、上がっていきますは難関勢。2コーナーからバック9番の松井光雄が打掌で先手を打ちます。さあ仕掛けるか7番の寺崎。3コーナーから2センター2番の故障を連れまして行くんですが1番の軍事の牽制、さあこれをもろともせず踏んでいく寺崎ですが9番の松井が先行体制入りました。ホーム1番の軍事がもう一度さばくか、それでも番手の外で粘る寺崎。1センターから2コーナー、さあ7番の寺崎交代で2番の故障が4番手に寄りました。そして外からは3番の松井田君の一発、さあ2番の故障ピンチとなった。2センターから4コーナー、1番の軍事が仕事に徹する。1番6番の矢村がついたから4コーナーから直線です。9番の松井浩二先頭、第10レース準決勝戦1組目。2センターから4コーナー、さあ5番真由恵新山は誘導員と距離を取りました。一旦は出すのかそれとも突っ張るか、さあ5番の新山は突っ張る構え、6番の北鶴は落ち着いて、さあ園田とともに北日本勢の後ろに下がりましたが3番の北井が外を上がって5番の新山ともがき合いか、7番岩本が北日本勢の後ろに降りれば今度は2番大高家が先手を打った。さあ3コーナーから2センターです。2番の太田、9番の松浦でできまして5番の新山3番手、そして3番期待が6番手、地元両者は絶対絶命、5点回った8番手。1コーナーから2コーナー、さあぐんぐん飛ばす2番の太田海也、仕掛けられるか3番手5番の新山、2コーナーまくり、そして8番手からは6番北鶴翼のまくりか、最終バックから3コーナー、さあ9番の松浦が止めつつ1番の佐藤慎太郎がその内をついた。4コーナーから直線コース、2番の太田海也先頭、9番の松浦追い込む、2番9番太田海也の押し切り勝ち、中国ラインでワンツーフィニッシュです。2センターを通過、4コーナーを回っていきます。さあ前で受けたのは9番の深谷、3番手初手は2番の新田、末中段には6番の短期森田がいて8番の山崎も、そして1番脇本も動きません。静かな流れが続いていく。1コーナーから2コーナー、周回は早くも勝負どころの4周回へ、2コーナーからバックへと向かっていきます。さあ後方から脇本発進、7番の南が続きます。そして6番の短期森田も動いた。バック線から3コーナー打掌、さあ9番の深谷真由紀からの逃げ体勢、1番の脇本優太がここを叩くか、9番の深谷智弘抵抗する。最終ホーム近畿ラインが出ました。ここを6番の森田短期追い上げる。3番手9番の深谷内に詰まった。8番の山崎は目の前での並走、ここでどうやら失速か。3コーナーから2コーナーからバック線と向かっていきます。さあ1番の脇本、7番の南、そして2番のどうでしょう新田雄大仕掛けるんですがスピードに乗せられない。9番の深谷は3番手、4コーナー回った直線コース、1番の脇本先頭、9番の深谷迫るか、どうだ、1番の脇本を最後9番の深谷智弘捉えたのかどうか。コーナー、さあ蓋をされ3番の深谷はさっと車を引きました。7番増木は難関勢の後ろで今は9番手、8番の北鶴は内々上がっていきまして、さあ中国勢の後ろを求めてか難関勢が上昇、これに反応して1番の脇本がここに乗っていくか、さあ5番の太田を抑えまして2コーナー、3番の深谷が先頭を立って、7番短期増美が4番手、そして5番の太田は中段位置、8番の北鶴は脇本の前、その脇本は8番手。さあレースは一列登場、3番の深谷智弘決勝を先行いたします。さあ後方からは1番の脇本優太がまくってくる1コーナー、さあ3番車の深谷の後ろで4番の松井は車間を切りました。脇本はいけない、そして5番の太田海也がまくっていく、バック線から3コーナー、4番の松井が番手まくり、その後ろは7番車の松井匠、5番の太田もいけないか、2番の松浦3番手切り替えて直線コース、4番車の松井か、あるいは7番車松井匠、
右手が上がった短期7番の増木匠